じゃあちょっと失礼いたします。あ、どうぞどうぞ。初 GT2。 GT3 は乗ったことあるんですけど、ね、あ、そうですか。まあでも似たようなもんですよね。だけどあの時は右ハンドルだったもんな。あ、左ハンドルか。あれ助手席から乗ったんで普段の運転席から乗る感覚だったの。おっ、義足が曲がらん。行った。ああ、乗せてもらわないと大変かも。でこことここを上に上げてですね、うん、そうすると前に動くので、でいいところで動かして。だけどハンドルの位置的にそんな前に乗れない。あ、ハンドルはもうちょっと前に行きますよ。ちょっと待って、まださっきと本格走るわけではないので、ちょっとある程度で。ドルガンペダルはあれだな。この間の FN2 のシビックタイプ R ユーロもオルガン式のアクセルペダルだったんで、慣れると扱いやすいんですよね。初めすごい違和感あったんですけども、クラッチも結構重いですね。クラッチ、あ、だけどこの重さいいかもしれんけども、義足のあの歩行のロックがかかるかもしれないですね。あのちょっとあの負荷がかかると、なんていうかな、ちょっとあの制限がかかるんですよ。ああ、そうなんですね。ショックの減衰高くなるんですよね。そうなんですよ。足ついた時と同じ。あの階段下る時に使う油圧の制御が勝手に今 入りそうになってますね今。結構重いですね。だけど踏めないことはないですね。あのこれぐらいないと、これぐらい重さがないと、あの軽自動車のクラッチだったら常に半クラ状態になってしまう時があるんで、逆に結構ショートストロークなんでギアも入れてもらっても。あ、これはすごい。超ショート。へえ、あ、これはすごい。そうなんです。で乗ったらリアのフェンダーしか見えないんですよ。でただ目線の低さ的にはマージに通ずる部分がある。そこまではいかない。エンジンももしよければ。え、いいですか。大丈夫です。あ、もう今切れてますね。まあ、ちょっと空ぶかしはさすがにちょっと、ちょっといいですよ。じゃあほんの少しだけですけど、はい、あまり高回転までは回せないですけど、ちょっと2秒。ありがとうございます。あ、回ってもらえる。すごいな。何リッターでしたっけ。 3.6 のツイッターボール。本日さんの。いや、すごいな。本当にレーシングカーをディチューンした車ですね、まさに。本当にありがとうございました。あ、いい。今度なんか動画でも撮ってみてください。もしよければ名古屋行くことありますその時は。ぜひ。そう、乗り方が違う。降り方が違うので、ね、義足側から降りるのがすごい大変。あ、そうですか。そうだ、いつも逆ですもんね。ほっ、とりあえず足よいしょ。乗り降りが大変だ。あ、多分そっち側だったらまだ大丈夫だと思うんですけど、慣れですもんね。あとロールケージが結構前に来てるんで、あれがまだダッシュモードに反応に行けば、ね、このスペースが微妙になかったので足が通らないですもんね。ビデオもすいません、ありがとうございました。ちょっと下手くそかもしれない。せっかくなのでありがとうございました。ありがとうございました。